やーね、まあどれもこれも思い出深い作品ばっかりなんだけどね。あ、これ寺島デカシリーズね。これがスタジオ心理にモーリーが入って最初に撮ったシリーズ作品ね。いっぱい今撮ったんだけど、あ、冬のこの最後の作品ね。これがね、犯人がサンタクロースね、サンタクロースの格好して火をつけて回るぞってね、連続放火魔ね、そういう犯人を寺島デカが捕まえるっていうシリーズを冬撮ってね。まあサンタクロースなんで、もう12月の24日もうこの日にどうしても撮りたいと監督の強いオファーがですね、もうどうしても24日中に撮るってことで、もう夜中遅くまで、ね、順調にやったわけですよ。でもいざもうクライマックスね、寺島デカがそのサンタの格好した犯人をもう壁際に追い詰めて、ぐわーっといって問い詰めて、自供が始まって、じゃあもう手錠を持って捕まえるぞって時に、後ろの窓がブワーッと開いて、でっかいおっさんがコラーッ、やがうしーッ、めちゃめちゃもうね、すまでしょーっつってみんなでもうブワーッ逃げてね、まあぐちゃぐちゃになったね。寒い中走っても鼻水もお腹もベラベラになるね。あとはなんか八百屋さんとかね、侍とか、あ、モーリーがね、なんでその真剣なキャラクターをやらしてもらえないかっていうね、それね、まあ後で分かったんだけど、一般的なちゃんとしたその素の演技がね、モーリーできないよね。なんでかもう本当に、なんか一回やったことがあるよね。それ自分のね、長編ホラー作品、モーリーの自分で作ったホラー作品、自分のだからモーリーが主演、そこで真剣に お化けに驚くモーリーが、俺のせいじゃねえやーっつって逃げるシーンがあるんだけど自分ではね一番いいよ、自分の中では一番いいんだけど、後で再生すると、俺のせいじゃねえよって言ってるね。何回聞いても俺のせいじゃねえよって言ってるから、みんなブワーッ、もうモーリーもさすがに後で聞いてダメだなと思って、だからそれをね、スタジオ心理も作品も主演がね、シリアスなキャラクターの主演、素の主演がないんね。侍をやらしてもらっても声が高いちょっと変なやつとか、八百屋さんもバカテンションが高い変なやつね、あとヒーローもん出させてもらっても、なんか水鉄砲持った変なやつね、そんなばっかりね、あついっぱい出てるんだけど絶対変なやつ、まあまあ変なやつってとこでモーリーは頑張るよ。これからも変なキャラクターで出してください監督。はいはい、キラク中間亮の空振りホームラン。トニー小林が絶対に言わないこと。ちょっともち、はい、続いてのコーナーですね、ゲストが選ぶスタジオ心理作品お気に入りナンバーワンね。まあゲストは僕なんですけどね、キメラ笑うな。はい、まあモーリーが選ぶスタジオ心理作品ナンバーワンはイフですね。まあなんでイフかっていうと、モーリーが初めてカメラの前で演技したっていう、まあそういう思い出深いっていうのは残ってて選んだんですね。まあ、イフですね、やっぱり。まあ、このイフからですね、寺島デカシリーズもこれから始まって、第1弾がこのイフなんですけども、イフ、もしジョギングをしていれば、こんなはずじゃなかった。そういうショートムービーがですね、3つ重なったオムニバスムービーですね。このイフ、この2番目に、モーリーが寺島第1弾として出てるんですね。まあ言ってるだけじゃあれなんで、早速見てみましょう。イフ、どうぞ。
上でこちら手がかりないっす。バレろ、もうダメだわ、なるほど。なかったんすよ。どうもいねえだろ。はい、なるほどわ、この情報もバッチマンかよ、やるな。もう一回見てください、やるな。はい、もう一回言えろ、やるな。はい、ではい、はい、出ましょう。あれ？おい、石井！こっちに持ってこい！行くぜ！お前、さっさと乗ればやる！はい。どうしたんすか？本店から連絡あった。それで奴らの容赦は分かった。俺らが一番近い。パクレーン行くぞ、バカ野郎。はい。Shit!